はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。足首様、吉崎総一郎様、やむなし様、ご支援誠にありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。日本改革党メール党員募集開始いたしました。昨日からやっと第1号の配信、できました。ありがとうございます。登録してくださった、何十名か、ですね、まだね、の皆様、誠にありがとうございます。忽那亮司のデトックスジャパンご購読で、日本改革党ご支援ください。昨日から配信始まって、まだちょっと慣れてないところがありまして、原稿作るのにね、なんか機種依存文字はダメですみたいな、そういうのが表示が出てきて、そういうの一箇所でもあると、送信できないっていう、ことになっておりまして、HTML コードとですね、格闘しております。ご登録は動画説明欄、もっと見るをクリックしていただくとリンクが現れます。または、マグマグ忽那で検索してみてください。懇親会などイベントのメール党員限定情報なんかも、配信していく予定であります。よろしくお願いいたします。NHK スクランブル化要求でも、いよいよ明日になりました。明日5月4日13時30分に神宮通り公園というところに、ご参集ください。明日の渋谷は晴天で、最高気温24度の予報になっております。少し暑いかもしれません。皆様よろしくご参集ください。でね、まだ取材申し込み一件もないんで、今回も NHK はおろか全部のテレビ局がこのデモの、黙殺なかったことにする。放送せずになかったことにする。つもりですから、皆様デモにご参加くださって、その実態の証人になってください。都合悪いことは徹底的に放送しないっていうテレビ局の実態の証人になってもらってですね。でもって、どこも来てなかったって、あちこちに書き込んでくれるととても嬉しいであります。東京地区支部長大募集。我が党から立候補してください。東京以外の地域はですね、参院選後に募集いたします。こちらの方もよろしくお願いいたします。元内閣参与の高橋洋一、下越大教授、円安は国益そのものという論をですね、現代ビジネスに投稿しておりました。これによりますと、池上彰がテレビで嘘ぶっこいてなかったっていうとこから記事が始まっております。試験ですけど、私も円安の方が国益であると思ってる側なんで、元大蔵官僚の同意見は頼もしいですね。円安になると輸出産業が潤う。円安なので出稼ぎ外国人が来なくなる。まあ自分とこより通貨安いとこで一生懸命働いても、自国よりも給料安いんではということでね、出稼ぎ外国人が少なくなる。出稼ぎ留学生も少なくなる。国産品が息を吹き返すと。国産大豆であるとか、国産小麦であるとか、高くて買えにがったものが、輸入品が上がってくと、国産にしてみっかなーということで、買われるようになる。つまり、採算が取れるようになる。実は日本も、石炭なの石油、出るんですよね。ただ、採算に取れねえから、輸入品の方がずっと安いから使われない、買われないだけであって、北海道とか新潟に油田あるみたいなんですよね。物価が上がるとか言って誰も輸入品だけでね、生活しろって頼んでねえだろ。国産品も使えよな、いうですね。日本経済を破壊して侵略しやすい国にしたい側のプロパガンダですよ。こいつらは、反体制ですから、反政府ですから、円安でも円高でも文句言うんですけどね、円安の方が、いいっていうですね、反論できない事実なんですけど、民主党時代の超円高で、中国、韓国企業が日本企業を出し抜いてですね、日本の経済ボロボロになったじゃねえか。円高はやっぱダメなんだよ。というですね、反論できない、実証じゃないや、事実か。事実を突きつけましょう。まあ、円安嫌がる勢力はですね、円高がいいっていう勢力はですね、中間の手先じゃないか、って思っておりますけれども、中国、韓国は円高で日本製品高くって、相対的に自分とこの製品が安くて売れるっていう風になった方が嬉しいんだから。で、今ね、悪い円安とか、円安にいいも悪いもねんですけど、言ってる連中は、まあ、中国、韓国あたりに買われてるスパイなんじゃないかと私は思っております。立憲、福山哲郎、一般人に殴られる。なんか京都の伏見地区でですね、朝7時40分に凱旋の準備だか凱旋してたら、飯が食われへんやないかって言ってですね、飯食えねえようになった。つまり生活できないくなったっつって、一発殴ったそうであります。残念なことに、福山哲郎、大した怪我はなしと。ネットの反応です。自演落ち。どうせ嘘だろ。母国からの警告。名前出てないのは不思議。そっか、名前報道されてなかったんだ。逮捕されて名前が出ないって察し。福山と同じ民族の内下場では、動機聞きたいわ。9条があれば安心だよ。なんで9条が守ってくれなかったん？お前らなら話し合えば解決できんだろ。おーとですね、留置場の飯が食えるよっていうようなですね。まあ、逮捕されたそうなんでね。試験ですけど、午前7時40分頃、凱旋は朝8時過ぎないと法律違反ですね。明確に8時からって決まってないんですけど、朝8時から夜8時まで。それ以外の時間は、まあ、一般的に迷惑な時間帯、大音量を出すということの判例になっておりまして、8時から8時っていうのが、法律には明記されてないんですけれども、不分律になっております。そんな時間にね、朝7時40分頃、酔っ払ってる犯人も犯人だな。夜通し飲んでた人なんでしょうか。どっこも名前出てないんですけど、やっぱあれですかね。逮捕されて名前が報道されない時はですね、あれ民族か、甚だしい精神障害で起訴できなさそうな時に名前が出ません。あれ民族イコール甚だしい精神障害なので、まあ、名無し報道も当然ってことなのかな。それはそれで整合性取れてますね。自作自演だったら被害取り下げて不起訴になるので、逮捕されたとしてもね、それ見越して名無し報道なのかな。一番笑った投稿ですけど、ご冥福をお祈りいたします。気持ちはわかるが、福山、まだ死んでねえですね。岸田総理、時代にそぐわない、不足している部分があるのではないかといった議論にしっかり答えていかなければならない。会見に意欲を示すと。まあ自分の意思っていうものが総理には全くないんでね、全く期待できないですけど、今日5月3日は憲法記念日というとこで、そういうことで言っとかないとぐらいな感じですね。そういえば今日5月3日、各地で護憲派が発狂しております。ロシアのウクライナ侵略のせいで改憲がたびたび話題に上ることで左翼通過、外国のスパイが焦ってますね。いろんなとこでいろんなこと言って、気持ち悪いね、新聞一面広告なんかも出ておりました。会見させないみたいな。山本太郎、今会見している場合ではない。よく読みますと、弱者保護が詐欺だっていうことらしいんですけど、まあ母子家庭とか、低所得世帯とかね、ネットの反応です。今でしょ。今こそ憲法改正でしょう。侵略されるの指くわえて見てんの。朝日新聞ですら賛成が上回ってるのに。これ朝日新聞調査で改憲に賛成が 55% ぐらいの数字出てましたね。目をそらそうと必死だなとしか。改憲と弱者保護どっちもやればいい。マルチタスクがこなせん無能。令和信者の称賛の嵐で気持ち悪い。まあこれネットでコメント書き込めるニュースなんかもありますんで、ヤフーコメントなんか、そうなのかな。この人って自分の主張ばっかで議論する能力ないよね。そうかもしんない。そうかもしんない。主張は台本覚えればいいからな。人が言ってんの聞いて、それに対して受け答えするっていうことができないかもしれないな、山本太郎は。自分の主張を一方的にずっとまくし立ててるだけでね。ロシアの狂気を見て何も感じないのかって。第二共産党の山本太郎は外国のスパイなので、帝国を侵略しやすい国にするのが目標。そのために一生懸命防衛妨害活動をやってますね。今は反対って言いたいようだが、いつでも反対なのはバレてますね。今でなくても何でもいいから、改憲絶対反対という姿勢、山本太郎、共産党、立憲は。でないとね、外国からお小遣いもらえなくなっちゃいますもんね。ロシア、ウクライナ戦争が終結しても、終わったとしても、なんだの、かんだの、つべこべ言って反対する、に決まってる。かつての左翼は、安倍政権での改憲反対は、では言ってました。安倍政権では改憲反対する。で、かつての左翼、安倍政権の時ですね。その〇〇政権なら反対って一体何なの？意味あんの？っていうことで、ネットの反応ですね。いつまで安倍安倍言ってんだよ。ただの世論誘導だよね。政権は移り変わっていくのに、核武装しようぜ。9条9条言うけど、自衛権放棄してないんだから、核武装だってやろうと思えばできる。できますね。9条が禁止してんのは、紛争解決に武力を用いてはいけない。武力で脅してはいけない。っていうことだから、紛争勃発と紛争拡大はやっていいんだよな。あとですね、殺されたくないとか、奪われたくないっていうのは、その憲法以前に人間が自然に備わっている、ごくごく基本的な人権ですからね。自然権って言いますけど、殺されたくない、奪われたくない、傷つけられたくないという、生き物なら何でもに自然に備わっている権利、自然権。これがありますんで、9条9条言うけど、核武装できますね。このまま侵略されたとすると、憲法を停止して対処するほかない。改憲は憲法を守るために必要だと。憲法停止だと、憲法を守れないから、むしろ必要だという意見もありました。答えは決まってて、難癖つけただけだから。安倍では嫌だったんだから、岸田ならもちろん OK だよね。ウクライナが実例だわ。今のままじゃ防衛できん。諸国民を信頼し、なんて言ってられんぞ。試験ですけど、9条即時破棄は当然としてね、全文は丸ごと削除でいいんじゃねえかと、思います。何がですね、平和を愛する諸国民の公正と真偽を信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。だっつーの。これ作らしたアメリカが想定している諸国民、平和を愛する諸国民っていうのは、俺らのこと、アメリカのことって想定して作ったんだと思いますけれども、いざという時、助けねえのはウクライナを見ても、わかりますね。ロ、中、韓、北、帝国近隣諸国は、どれもバカで凶悪な国ばっかだっつうの。どこに公正と真偽のある国が あるんだっつうの。安全と生存をですね、他国任せだなんて、他力本願が過ぎるでしょう。この全文。バカですか？恥ずかしくないんですか？公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。他力本願が過ぎんでしょって。人任せるってね。ばっか見て。参院選ではしつこいぐらい9条破棄訴えますけれども、9条って存在する方がおかしいんだよね。改憲が党是の自民党は70年以上何やってたんだ情けねえ。今年で75年って話ですけど、何やってたんだ。昭和のおっさんどもは、議員は、古き屋敷じみっては何やってたんだ。やっぱりね、日本改革党みたいな、血迷った党と、事なかれじゃなくて、喧嘩上等の血迷った議員が必要ですよね。必要ですよね。ということで、支部長になってもらって、立候補してもらいたいんですけども、そういうところに、ちゃんとオチをつける。憲法記念日の靴沢でありました。デトックスジャパン。